描いて輝けばいいのさ。わかったら今すぐモノマネはやめて、自分の声でみんなを振り向かそう。お好みのナンバーワンでイメージは無限大、底なしの笑顔で滴る汗、惚れちゃうかもね。なんだかんだ言ったらって大切なのは今、昔話がグッバイ始まる。気になる元気でいますかなんて聞けやしないか。